芥川龍之介作「芋がゆ」「頑強の末か忍奈の初めにあった話であろう」「どちらにしても時代はさしてこの話に大事な役を務めていない」「読者はただ平安朝という遠い昔が背景になっているということを知ってさえいてくれればよいのである」その頃 摂政藤原の元常に仕えている侍の中に「何がしという語彙があったこれも「何がしと書かずに「何の誰」とちゃんと生命を明らかにしたいのであるがあいにく「旧記にはそれが伝わっていないおそらくは実際伝わる資格がないほど平凡な男だったのであろう一体旧記の著者などというものは 平凡な人間や話にあまり興味を持たなかったらしいこの点で彼らと日本の自然派の作家とは大分違う王朝時代の小説家は存外暇人でないとにかく殺生藤原の元常に仕えている侍の中に何がしという語彙があったこれがこの話の主人公である 五位は風彩の花肌上がらない男であった。第一、背が低い。それから赤鼻で目尻が下がっている。口ひげはもちろん薄い。頬がこけているから顎が人並み外れて細く見える。唇はいちいち数え立てていれば再現はない。我が五位の外貌はそれほど非凡にだらしなく出来上がっていたのである。 この男がいつどうして元常に使えるようになったのかそれは誰も知っていない。まあ、よほど以前から同じような色の冷めた水管に同じようななえなえした烏帽子をかけて同じような役目を飽きずに毎日繰り返していることだけは確かである。その結果であろう今では誰が見ても この男に若い時があったとは思われない。五位は四十を越していた。その代わり、生まれた時からあの通り寒そうな赤鼻と形ばかりの口しげとを須作王子の巷風に吹かしていたという気がする。神は主人の元常から、下は牛飼いの道時まで、無意識ながらことごとくそう信じて疑うものがない。 こういう風采を備えた男が周囲から受ける待遇はおそらく書くまでもないことであろう。侍ろにいる連中は五位に対してほとんど早いほどの注意も払わない。うい、むい合わせて二十人に近い下役さえ彼の出入りには不思議なくらい冷淡を極めている。五位が何か言いつけても決して彼ら同士の雑談をやめたことはない。 彼らにとっては空気の存在が見えないように語彙の存在も目を遮らないのであろう下役でさえそうだとすれば別当とか侍どころの司という上役たちが頭から彼を相手にしないのはむしろ自然の数である彼らは語彙に対するとほとんど子供らしい無意味な悪意を霊然とした表情の後ろに隠して 何を言うのでも手真似だけで用を足した人間に言語があるのは偶然ではない従って彼らも手真似では用を便じないことが時々あるが彼らはそれを全然語彙の5世に欠陥があるからだと思っているらしいそこで彼らは用が足りないとこの男のゆがんだもみえ星の先から 切れかかったわら通りの尻までまんべんなく見上げたり見下ろしたりしてそれから鼻で笑いながら急に後ろを向いてしまうそれでも五位は腹を立てたことがない彼は一切の不正を不正として感じないほど育児のない臆病な人間だったのであるところが同僚の侍たちになると 進んで彼を翻弄しようとした。年笠の同僚が彼の振るわない風来を材料にして古いシャを聞かせようとするごとく、年下の同僚もまたそれを機会にして、いわゆる狂言理工の練習をしようとしたからである。彼らはこの五位の面前で、その鼻と口ひげと烏帽子と水管等を品質して飽きることを知らなかった。 そればかりではない彼が五六年前に別れた受け口の女房とその女房と関係があったという酒飲みの奉仕ともしばしば彼らの話題になったその上どうかすると彼らは甚だたちの悪いいたずらさえするそれをいまいちいち劣記することはできないが彼の支えの酒を飲んで後へ威張りを入れておいたということを書けば そその他はおよそ騒動されることとだろうと思う。思しかし5位はこれらの揶揄に対して全然無感覚であった少なくとも脇目には無感覚であるらしく思われた彼は何を言われても顔の色さえ変えたことがない黙って例の薄い口ひげをなでながらするだけのことをして済ましているただ 同僚の悪さが講じすぎて、豆に紙切れをつけたり、太刀の鞘に草履を結びつけたりすると、彼は笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして、いけぬのう、おみたちは、と言う。その顔を見、その声を聞いた者は、誰でも一時あるいじらしさに打たれてしまう。 彼らにいじめられるのは一人この赤鼻の語彙だけではない。彼らの知らない誰かが、多数の誰かが、彼の顔と声とを借りて、彼らの無情を責めている。そういう気がおぼろげながら彼らの心に一瞬の間染み込んでくるからである。ただ、その時の心持ちを、いつまでも持ち続けるものは鼻だ少ない。 その少ない中の一人に、ある無為の侍があった。これは丹波の国から来た男で、まだ柔らかい口ひげがやっと鼻の下に生えかかったぐらいの青年である。もちろん、この男もはじめは皆と一緒に何の理由もなく赤鼻の語彙を軽蔑した。ところがある日何かの折に、いけぬのう、おみたちは。 といいう声を聞いてからはどうしてもそれが頭を離れないそれ以来この男の目にだけは語彙が全く別人として映るようになった栄養の不足した血色の悪い間の抜けた語彙の顔にも世間の迫害にべそを書いた人間が覗いているからであるこの無為の侍には語彙のことを考えるたびに 世の中のすべてが急に本来の過酷さを表すように思われたそうしてそれと同時にもこけた赤花と数えるほどの口ひげとがなんとなく一味の慰安を自分の心に伝えてくれるように思われたしかしそれはただこの男一人に限ったことであるこういう例外を除けば五位は依然として周囲の軽蔑の中に 犬のような生活を続けていかなければならなかった第一彼には着物らしい着物が一つもない青にびの水管と同じ色の差し抜きとが一つずつあるが今ではそれが上白んで愛ともコントもつかないような色になっている水管はそれでも肩が少し落ちて丸組みの尾や菊とじの色が怪しくなっているだけだが 差し抜きになると裾のあたりの痛み方が一通りでないその差し抜きの中から下の袴も履かない細い足が出ているのを見ると口の悪い同僚でなくとも痩せ苦行の車を引いている痩せ牛の歩みを見るようなみすぼらしい心持ちがするそれに履いている滝もすこぶるおぼつかないもので束の金具もいかがわしければ 黒田屋の塗りもはげかかっている。これが例の赤鼻でだらしなく草履を引きずりながら、ただでさえ猫背なのを一層寒空の下にせぐくまって物欲しそうに左右を眺め眺め刻み足に歩くのだから、通りがかりの物売りまで馬鹿にするのも無理はない。現にこういうことさえあった。ある日 五位が三条訪問を新宣言の方へ行くところで子供が六七人土たに集まって何かをしているのを見たことがある小松ぶりでも回しているのかと思って後ろから覗いてみるとどこかから迷ってきた無ク犬の首へ縄をつけて打ったり叩いたりしているのであった臆病な五位はこれまで何かに同情を寄せることがあっても辺りへ気をかねて まだ一度もそれを好意に表したことがない。が、まあ、この時だけは相手が子供だというので、幾分か勇気が出た。そこでできるだけ笑顔を作りながら、年さらしい子供の肩を叩いて、もう勘弁してやりなされ。犬も撃たれれば、痛いでのう。と声をかけた。 すると、その子供は振り返りながら、上目を使って下げすむように、じろじろ五位の姿を見た。いわば、侍どころの別当が用の通じない時に、この男を見るような顔をして見たのである。いらぬ世話は焼かれとうもない。その子供は一足下がりながら、高慢な唇を反らせて、こう言った。なんじゃ、この赤鼻目が。 五位はこの言葉が自分の顔を打ったように感じた。が、それは悪態をつかれて腹が立ったからでは妄頭ない。言わなくともいいことを言って恥をかいた自分が情けなくなったからである。彼は決まりが悪いのを苦しい笑顔に隠しながら、黙ってまた新宣言の方へ歩き出した。後ろでは、 子供が六七人、肩を寄せて、べっかしたり、舌を出したりしている。もちろん彼はそんなことを知らない。知っていたにしても、それがこの育児のない語彙にとって、何であろう。では、この話の主人公は、ただ、軽蔑されるためにのみ生まれてきた人間で、別に何の希望も持っていないかというと、そうでもない。 五位は五六年前から芋粥というものに異常な執着を持っている。芋粥とは山の芋を中に切り込んで、それを甘面の汁で煮た粥のことを言うのである。当時はこれが無常の神として、上は万丈の君の食前にさえのぼせられた。したがって我が五位のごとき人間の口へは、 年に一度臨時の客の檻にしか入らない。その時でさえ飲めるのはわずかに喉を潤すに足るほどの少量である。そこで芋がゆを飽きるほど飲んでみたいということが久しい前から彼の唯一の欲望になっていた。もちろん彼はそれを誰にも話したことがない。いや彼自身さえそれが 彼の一生を貫いている欲望だとは明白に意識しなかったことであろう。が、事実は彼がそのために生きていると言っても差し支えないほどであった。人間は時として満たされるか満たされないかわからない欲望のために一生を捧げてしまう。その愚を笑う者は執行、人生に対する怒涛の人に過ぎない。 しかし、五位が無双していた芋粥りに赤むことは、存外容易に事実となって現れた。その始終を書こうというのが芋粥の話の目的なのである。